練習場は研究室でございます。研究します。球打つの楽しいです。今日はパターのグリップ、実は1本はヘッドがサンドウェッジ、1本は普通のパターでございますが、このパターのグリップを生かして使ってここからアプローチショット考えてみようということで、サンドを使って短い距離デリケートなショットで、ほらなんかさ、手にガーッと力が入ってしまって当たるときにガーッと深く入っちゃうとか、ちょっとしたりとかいろいろあるじゃん。で、練習のときにはやっぱりこういい形でボールをスッと、まあ、拾いたいんですよね。そんなことで結構これ昔作ったんだけど、パターのグリップをわざとこうサンドウェッジに入れちゃうわけ。まあこれ本当は違反になるわけだけどね。だから練習じゃいいわけじゃない。で、昔使ってたナイキのサンドウェッジにこういうパターのグリップっていうのは、ここご存知の通り表面って正面が平らになっていて、平らになっている理由というのは、まあそこに両方の親指を乗っけてくださいよっていう、乗っけた方が意外とストロークしやすいですよっていう、まあそういうアイデアを生かしてくれっていうことでこうなってるね。まあじゃあそれをさ、アプローチの時もわざとこうやって優しく正面に乗っけちゃおうかなって、ここに落ち着かせる、まあ、全体的に太いグリップなので、ここに乗るっていうのは意外とそんなに嫌じゃないと思うね。この状態で親指を押し付けないで、親指の位置が決まると力がなんか入らない気がするんだよね。細いやつでもう普通にこうやってグリップすると、ドライバーの時とサウンドの時どういう風なプレッシャーっていうのは分かりづらい場合があると思う。こんな風にしてしまうと指全体が、なんかこうプレッシャーが緩められると、そんな気がする。細くなるとどこに置いていいか分かんなくなることがあると思うんだけど、まあ、さっきのグリップとこのグリップを交互に、持ち替えながら、球を打ちながら親指、またはもしくは他の指のプレッシャーを感じてみる、感じながら練習を続けてみると意外と謎が解ける、なんか突っかかっていったのがスッとヘッドが走るようになりました。トップしてたのが走るようになりました。ストロークが小さかったのが大きくなりましたとかね、なんかちょっとそういうことのきっかけ作りというか、これはね、もし古いサンドウェッジが家にあって、このグリップはそんな安いもんじゃないからさ、まあとはいえこういう練習の前に少しでも上手くなりたかったら、試してみてはいかがでございましょうか。はい、今日はちょっとそういう練習方法に関してのおすすめでございました。